デンパ百貨店火災とは、九百七十一年五月十二日未明に、千葉県千葉市中央2丁目に存在した百貨店、田畑百貨店で発生した火災事故である。約十六時間にわたって燃え続け、死者一名、負傷者六十三名に及ぶ被害を出した。本県火災では、防火区画の不備、縦穴等の施考不良、ベニヤ板遮蔽による沼土化などによって、 火災を延焼させたとして、商業施設に対して、消防当局が改善を指導するきっかけとなった。田畑百貨店は、第二次世界大戦後、中国から引き上げてきた田畑国都市が、千葉市栄町で、古着屋を1947年に開いたのが、始まりである。その後、衣類、雑貨へと販売品目を広げ、1950年、千葉市中央2丁目に、 メリアス雑貨店、田畑商店を開店した。1963年4月、メリアス雑貨店敷地に地上6階建ての田畑百貨店をオープンするとともに、百貨店とビルを管理する田畑商店を分離、両社の社長に収まった。1968年には、共同仕入れ機構を通じて伊勢丹と業務提携した。1968年には、地上8階、 地下3階に改築。当時の田畑百貨店は、奈良や大木屋とともに、千葉市の千葉百貨店の一角を担う存在であったが、祖号をはじめとする千葉県外資本の出店が相次いだこともあって、千葉市内の百貨店では会にあり、若いあなたのデパートをモットーに巻き返しを図る最中の火災であった。なお、千葉市消防局は、 火災発生前の1970年11月30日と1971年3月11日に立ち入り検査を行っており、通常階段、非常階段に商品、陳列棚等が置かれていること、防火扉付近に商品が置かれており閉鎖できない状態になっていること、避難誘導が商品や内装によって見えにくくなっていること、増築を重ねたため店内が、 迷路状態になっており、避難経路が分かりにくいことなどの問題点を指摘していた。しかし、これらの改善は行われていなかった。1971年5月12日午前1時22分頃、千葉港へ戻る途中の船員3人がガラスの割れる音に気づき、屋外にあった木製段飾り付近から火が出ているのを発見した。 近隣ビルの管理人などとともに消火に当たったものの、隣接していたシャッターの郵便受け口から建物内部の合板内壁に炎症、さらに店内奥へと炎症していった。千葉市消防局では消防車二十三台を出して消火に当たった。最初に炎症した旧館部分にはスプリンクラー設備が設置されておらず、防火区画の不備や合板で窓を塞ぐなどもあり、また、 衣類などの商品や建材が貿易を発生させたため、消火に手間取り、延べ9380平方メートルを全焼、沈下に約16時間を要するなど、当時としては消失面積、延焼時間ともに最大の火災となった。損害額は建物6億5660万円、内容物7億5000万円であった。 消火産業中の12日午後3時55分、新館八海悲聴会談の踊り場で、田畑国俊社長が遺体で発見された。この火災での唯一の犠牲者でもある。4階には、社長室があって、住み込み社長と自称するほど普段よりここに泊まり込むことが多く、この時も、前夜友人の祝賀会に出席した後、11日午後10時10分頃、社長室に戻って就寝。 火災に気づいた時にはすでに煙が充満しており、エレベーターを使用することも、階段を降りることもできず、肌着に裸足姿で上に向かったものの、屋上まであと10メートルのところで力尽きたものと見られている。千葉大学医学部での解剖の結果、死亡推定時刻は12日午前1時35分から40分までの、 間、一酸化炭素中毒による窒息死と推定された。前日は定休日で従業員は慰安旅行に出ており午前から当日午前0時頃まで近いで冷凍機の配管工事が行われていた当初はこの時の溶接作業の火が他に燃え移ったと見られていた木製団飾りの火元は放火とも通行人のタバコの投げ捨てとも言われているが はっきりとした原因は不明である。店舗消失と経営者を失った田畑百貨店のダメージは大きく、救済を求める形で6月には西部百貨店と資本参加を含む業務提携を締結。1972年には一部店舗を再建して営業を再開。1974年には増築の上で真相をオープンしたものの、 火災の痛手からは立ち直れず1976年に閉店。同年12月1日、田畑百貨店跡地が千葉パルコとなって再オープン。その後売り上げの伸び悩みから1978年に一部を声優に業態転換し営業を継続してきたが2016年11月30日をもって40年の歴史にピリオドを打った。 跡地には20階建ての複合ビルの建設が予定されている。ありがとうございます。